ダイヤモンドジュビリーは19世紀末から20世紀初頭に活躍したイギリスの競争馬、シュボバである。1900年にイギリスクラシック三冠を制した。タネボバとしては主にアルゼンチンで優れた三冠を残した。アルバート・エドワード皇太子によって生産、所有された。母パーディターはエドワード7世がデイビッド・ファルコナーから900ギニーで購入した馬で、 セントサイモンとの間に何頭も活躍場を出した。全兄にフロリゼル、パーシモン、サンドリンガムがいる。馬名はビクトリア女王在位60周年を記念して付けられたものである。気象はセントサイモン3区の中でも最悪で世界広しといえども、この馬以上に気象の荒い競争馬はいないとまで言われている。悪魔の気象を持つとまで言われるほどの凶暴な性格で、 馬蹄の指を食いちぎるのが、まだ軽いくらい、まともに扱えるものは少なかった。激しい気象でまともなレースにならないことも多く、レース中に、レースそっちの毛で機種を振り落とそうとしたり、パドックでは見物人を蹴飛ばそうとしたり、スタート前やレース中に機種を振り落として暴走したりと、もはやロデオで使った方がいいとまで言われるくらい、むちゃくちゃな暴れ馬で、2歳児は6戦して一生に、終わっている。 大抵の機種はまともに乗れず、挙句の果てに踏み殺されそうになったりしたため、ほどなく機種の誰もが乗るのを嫌がるようになり、やむなく担当休務員のハーバート・ジョーンズを乗せて、クラシックに挑む割り様だった。引退後、アルゼンチンに渡ってからも性格は全く改善しなかった。ある時体調を崩し、その凶暴性と危険性から薬を与えられないので、棒に薬を塗って、 目の前に差し出し噛みつかせた、馬房に迷い込んだ不老者の腕を食いちぎろうとした、脱走して近くの町に逃げ込んだ際に行く手を遮ろうとした、男子生徒たちに怒り狂って、その輪に突撃したと、数々の逸話と悪名が伝わっている。火のような性格に加え、用心深さと、ずる賢さまで兼ね備えていたため、本場の制御は最後まで混乱を極めた。勝った大レースは2000ギニー。 エプソムダービー、セントレジャーステークスの三冠のほか、ニューマーケットステークス、エクリプスステークスがある。2000ギニーは4馬審査、ダービーは2位、パーシモンが記録したレコードと、同タイム、セントレジャーは、レース前20分も暴れた上での勝利、エクリプスステークスも、レコードと貴重さえクリアできれば非常に強い馬であった。タネボバとしては1902年から、 サンドリンガム王立牧場で1906年からアルゼンチンのラスオーティガス馬牧場で共用された。イギリスではすでにセントサイモン系シュボバが多数存在している状況か大きな成功は望めず、ジョッキークラブステークスカチウマ 3C を出した程度に終わったが、アルゼンチンでは大成功し1914年1916年1921年の4度シュボバ首位になった。 タネボバの父としても優秀で、短期間ではあるが南米で一大父兄を形成した。ありがとうございます。